アメリカに来ないか。1週間前、先週配信を楽しみにお待ちしていただいてたファンの皆様、ドタキャンしてしまい誠に申し訳ありませんでした。なんでそんなことになったのかと言いますとですね、日曜日の昼12時から配信があると思ってたんですよね。なんで日曜日に配信しないとな、生配信しないとなって思ってたんですよ僕で。時差の計算してこの時間でやればそっちの昼の2時に配信できるなと思ってたんですよね。ただ日本が日曜日の時ってこっち土曜日なんですよね。それ知らなくて、はい、その僕日曜日に、ちょっと待って、ハロー、 Thank you。そっちが日曜日の時、こっち土曜日なんですよね。はい、日曜日の方のメモ帳に今日生配信って書いてあってて、土曜日の方に書いてなかったんで、はい、完全に僕のミスですね。本当に申し訳ないなと思ってます。本当にすいませんですね、先週は。本当にわざと時間を空けていただいた方、本当に申し訳ないなと思って、いつも夜だからね、あんまりそういう時間空けてなくても、まあ夜だから大体空いてるでしょうって思ってたんですけどもね、まあ昼間の時間帯にわざわざ空けてた人いると思うんですよね。本当に申し訳ないなと思っております。ということで、めちゃめちゃ今I'm hungry なわけですよ。I'm hungry. そう。ということで、Uber Eats の方を食べながら、この配信やってもいいでしょうか。Oh, you don't mind? あんまり気にしない。Oh, thank you. So, if I eat Uber Eats, so you don't mind? おっと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 。ということで、皆様お久しぶりです。いつぶりかと言いますとですね、生配信をするのは、約3週間ぶりになりますと。3週間前何があったかと言いますと、そうですね、僕の誕生日、日本からアメリカに旅立つ飛行機の乗る直前にですね、生配信の方をさせていただいて、まあ3週間ぶりに今こうやってアメリカの方で生配信してるわけなんですけど、アメリカ感ゼロ。ということでね、飯でも食い終わったらね、外で生配信しようかなと思っておるよね。けど外もしかしたら電波悪いかもしれんけん、とりあえず一回こっちでね、飯食いながら喋っていいですか。でね、ちょっと30分ぐらい経ったらね、あ、やばい、来ました。いや、生配信中です。銀太さん、ウーバーイーツ来てたっすか。来ましたね、たった今来ました。マジっすか。僕の頼んでくれたっすか。頼みました。やったねー。サラダでいいよね。はい、サラダと肉頼んだよ。はい、サラダだけで。肉もいいよ別に。いやだけど昨日食べ過ぎちゃったんで。はい、日本の皆さん、昨日僕たくさんクッキー食べました。はい、ということでダイエットの、はい、ダイエットするためにサラダを食べます。サラダか。いや違う、サラダ。あ、めっちゃちっちゃ。思ったよりめちゃめちゃちっちゃかった。ちょ、やば、普通に、普通に肉食おうよ。ということで今こっちは、銀田さんと二人でやってて、ね、やっぱ初日のね、一発目のスキットロー行った動画見たら、みんな勘違いしとると思うけどな、豪邸にずっと住んでるんじゃないかって。ほら、友達ん家豪邸、プール付きの、はいはい、まあそこはね、たまに行っとうぐらいかな、うん、まあ最初の頃はずっと居座っとったんやけど、あまりにもずっと居座りすぎると良くないかなと思って、最近はね、ここハリウッドっていう場所があるんやけど、ロサンゼルスで、まあ、1、2番で栄えとう場所と思うんやけど、そこのハリウッドで近くでホテル取っと、まあ、ファンクラブでね、それのね、紹介、このフォアとかの紹介動画あげたけどね、できた。すぎ、みんな紹介の動画あげたっすか。あげた、ファンクラブで。めちゃくちゃおもろ。で終わるやろ。そう。いや、で、だから何、だから何、それ、今伝えたい。っていうか、ホテルはもうほぼ日本と変わらんのよ。別に。街並みを紹介するならともかく、ホテルの中を紹介したけんね。絶対にうまい。あー、鶏肉、うわ、見てください、この鶏肉、うん、うまっ、絶対にうまいよ、こんなの。本当にありがとうございます。もう本当に、じゃあいただきますと。うわ、これは痩せるわ、鶏肉やもん。ウーバーマジ高い、こっちの。
何円でしたこれだけ。これで1000円ぐらい。マジですか。あ、美味しい。あ、美味しい。とりあえずこれ持って、あの街でも行く、この後。あ、いいっすね。うん、配信が繋がらんかったら、まあ、こっち戻ってくるわ。うまっ。うまくね。はい。結局、肉が一番うめえよ。肉は世界共通の味。うん、昨日あの焼肉って日本料理って知っとった？まあ韓国料理でもあるけど、多分世界中どこにでもあると思った。俺焼肉は世界共通の食い物と思ったけど、日本とか韓国の食い物らしいよ。全然知らんかったわ。ごめんね、もし常識やったら。食いすぎだ。常識なんですか焼肉は。なんかさ、日本料理って言えばって言われたら、まあ寿司とかさ、ラーメンとか天ぷらとかをさ、はい、知っとうよ、はい、けど意外なもん、これ日本の食い物なんやみたいなの結構。焼肉はどこにでもありそうですけどね。ね、でも焼肉は日本料理と韓国料理らしいよ。あと、はい、たこ焼きとか、お好み焼きとか、まあ、そういうのも日本の食らしいです。まっ。これ今何時なんですか。今昼の2時ですね。いや、昼の12時ですね。明日ぐらいに多分動画出るよ、また。めっちゃ頑張っ、みんな褒めて。確かに1週間前俺生配信できんかったけど、褒めて。めっちゃ頑張ってな、編集と。コメント欄でなんかこれ編集者にお願いしてんだろうみたいなのあるけど、全部俺が編集しようけど、もう結局こっち来て撮影して編集して、結局やっぱ自分で編集したなるんよね。しかも過去一ぐらいに更新頻度長くない。更新頻度高くない。自分で撮影して編集して困るってのは。ということで明日もまた更新頻度高め頑張って継続できるように褒めて、みんな、はい、褒めてくれたらやっぱ俺モチベーション上がるけん頑張れる。この後も撮影行きます。僕らはね、行こう。でもこれ終わったら撮影行こうと思って、なんで撮影と被っとったよね。この時間に撮影行こうぜって決めとったんやけど、はい、で撮影撮るか、うん、ファンが待ってる配信ライブを撮るかで、社長はファンを撮りました。優しい、まあ、優しい。でも撮影もファンのためかもしれんね。確かに。その道なんよね。優しい。うまっ。一応牛肉も頼んだんですよ。マジですか。はい、食べたいですよね。え、ちっちゃ、ちっちゃかった。銀太もコメント読んであげるよ。はい、じゃあ読みますね。確かにまだコメント読んでねえわ俺。そっち楽しそう。いや、実際の話言うとめちゃくちゃさ、もう楽しすぎて、もう日本にね、あんまね、帰りたいとかね、あんまりそういう気持ちにならん。楽しすぎた。楽しすぎた。うん。さすが。さすがにアメリカ楽しすぎた。笑った。だってロサンゼルスでこんだけ楽しいんですよ。あと50州があるじゃないですか。確かに。はい。じゃあ20、20何個やねんと、あれ州って。あれ50個ぐらいあるんですよ。そんなに州あって。なかったっすね。アメリカって。多分50州だって。カリフォルニア州のロサンゼルスらっしゃるね、はい、カリフォルニアの中だけでまだ、だってサンタモニカとかさ、はい、なんかサンディエゴとかなんかいろいろあるよね。だってカリフォルニアだけで日本ぐらい大きいらしいよ。え、そうなの、ね、らしいよ。いや、わからん、ごめんね。全然違う知識を俺あの引き散らかしとったらマジでこんなドヤ顔でめっちゃ恥ずかしいけど、なんかサンフランシスコは新潟県ぐらいの大きさだったっけ。あれなんかめちゃめちゃでかいって言ったよ。でもマジっすか。でロサンゼルスが新潟ぐらいの大きさで、はい、サンフランシスコ、はい、あ、サンフランシスコじゃない、もうわけわからんことない。カリフォルニアな。カリフォルニアが多分日本ぐらいの大きさって言い合ってるような気がするけどな、誰か違ったらごめんね。英語めきめき俺覚えてきておけん、マジ。あ、これ牛うまい。いや、何の味だ。あ、豚。いや、牛なんすけど。え、豚っぽくない。けどなんか味がうまっ。カリフォルニアイコール日本ぐらいのサイズらしいよ。そんなでかいですか。いや、だけど逆に言うと日本ってやばいっすね、うん、カリフォルニア州に1億2000万人いるんすよ。確かに。やばいっすよ。人口密度すごい。やばいっすよマジで、うん、日本が発展したのってすごいっすね。そこまであんなちっちゃいの。うん、なんかね、やっぱね、日本人結構いい目で見られるよね。あ、見られるっすね。これ言っていいのか分からんけど、やっぱあの電車とかいろんなところパパって店員とかと絡み寄ったら、結構やっぱ向こうからしたら日本人か韓国人か中国人かわからんっぽいけどね。だけん、ああいうチャイニーズはそう、コリアンはジャパニーズ聞かれて、ジャパニーズ答えたらめっちゃ嬉しそうな顔するね。みたいな。I like Japanese みたいな。みんな知ってるっすね。やっぱナルトとか出されるっすね。ああ、うんうんうん。やっぱこっちでね、鬼滅流行っとるよね、鬼滅とナルト。マジ、街中に見かける、ナルトと鬼滅。あと、呪術廻戦も。
日本は台風来てます。そうなんや。いや、さっき地震こんかった。来たす、来たす、さっき本当に俺、これ今配信始めようと思う1分前にこのタイトルとか決めよったわけね、写真とか。それ地震が来て、アメリカ地震来るの？めっちゃ珍しいらしい。思いました。アメリカ地震来るんやん。アメリカ多分地震何年ぶりとか、何年ぶりは持ったかもしれんけど、めっちゃ普段地震来んで有名やけどね。なんか雨とかも言うて年に 2,3 回ぐらいしか降らんって聞いたけどね。マジっすか。カリフォルニアでこっち来たら僕雨じゃない、一回もなってないね。はい、社長雨降ってました。いや、まだ来てない。な、一瞬だけ降って。あ、通り雨ぐらい。通り雨、本当に。でも30分ぐらい終わり。うますぎ、うますぎ、ワロタンバリン。うん、トンバリサンシャイン、2、3回って何か。そうだけど、日本台風来とんのや今。どこら辺に来とうと。あのね、ツイッターとかあんま開かんくなるしね。あのツイッター開いてもね、あのトレンドがね、アメリカのトレンドが出るよね、俺らのあの携帯に。だけどね、日本のトレンドが分からんだよね。あのツイッターのね、トレンド機能、あるいはトレンドの場所って、あれって積んどう地域によって多分違うんですね。だけど多分ちょ、日本の中でも変わるっすよ。多分そうそう、北海道におる人は北海道のトレンド出るし、九州におったら九州のトレンドが出ると思っちゃうけど、こっちは、ね、アメリカのトレンドが出とうけん。でもトレンドに大谷翔平出とったよ。いやっすか、うん、やっぱ大谷。ツイッターのすか。ツイッターのトレンドに大谷って書いてあったけど、やっぱすごいな、あいつと思ってる。すごいっすね。うん、あいつって言っとうけど、何もし会ったことも何もない。一方的に見て、一方的に動画にしただけ。大谷翔平確実に見ただろうね、まあ、YouTube で。確かに見たからかろうね、あれは多分。バズっとったもん。TikTok めっちゃバズったよ。2、300万回再生ぐらい回っとったよね、あれ。いいね。曲いつ出すの？あんね、今まで毎月1回ずつ曲出しとったよ。あれやめたいのね。あれキャンディフォックスでやり言ったっけ、毎月曲出して、あのシステム取っていこうと思ったけど、キャンディフォックス1回、今中止しておりますやん。中止しておりますやん。やっぱいろいろと、大変やったけど。だけど、毎月曲を出すってこと自体はやめたいよね、とりあえず。じゃあ次いつ出るんすか。だから一応この内緒の話やけどさ、2曲ぐらいは作っとるね。はい、作ってますね。うん、けどそれいつ出そうかなって感じ。その出そうと思えばすぐ出せるんやけど、なんか今アメリカでワイワイやっとうけんさ、せっかくならなんかね、そのアメリカワイワイみたいな曲の方がいいよね、逆に。まあ今トレンドやけんさ、俺らの中ではアメリカが。リカおもろいぞ、みんな濃いよ。一度は行ったがいいぞ、うん、確かに。とか言ってバリア着とったらやばいっすね。バリア着るんやろ。一週間後にもう飽きたとか言って。いや、まだ全然行けてないの、いろんな場所。はい、行けてない。いや、本当はラスベガスとか結構近いの、ロサンゼルスとかって。はいはいはい。行きたいんだけど、はい、カジノとかクラブとかめっちゃいろいろあるやん、はいはいはい、けどメンバー来てからいいよね。なんかみんなで行った方が楽しいと思っちゃうね、多分。そういう系はっすよね。そっち系はないと。違う、ラスベガスとかみんなで行ったら死ぬほどもろい。うん、場所遊んどう。はい。逆にアメリカでこれやってほしいみたいな企画があったら変えてみてよ。なんか確かにそれいいなと思ったら俺らやる。今めちゃめちゃ俺らフットワークがあるけん。マジで。よし、撮影行くかみたいな感じよね。で、編集するか、よし、はい、ある、ね、なんか、これやってほしいみたいな企画があれば。おもろそうなやつね。日本でもできるなのはあんま、せっかくやけん、こういうの見たいみたいな。アメリカのディズニーランドとか行く？あ、いいっすね。渡辺直美だってみたい。渡辺直美ってロサンゼルス？いや、わかんないっす。会ってくるんじゃないですか、もしいたら。あ、でもね、これ内緒やけん、誰かっていうのはあれやけど、ちょっと有名な人、ちょっとっていうか、まあ、すごい有名な、けどあんまりヒント出しすぎると特定されそうな気もするけ、はい、あれけど、びっくりしたよね。日本を代表する有名な人、うん、やっぱり、ね、ロサンゼルスにおるんやろね、そういう。いや、そうっすね、すごいわ。うん、薬物商品紹介して、あ、いいんやない、別にね、はい、ちなみにやけど、マジでバチクソ薬物横領して、ここ出回っとうけん。もう、みんなやりようよね、ぶっちゃけ。確かにやってます。もちろん俺はやってないけど、そのなんか、
普通にみんなでイエーって飲み寄ったら、飲みよう女の子とかいけない、コカイン吸い出してる。マジで、マジで、やばいよ。バリで回っとうけん。州によって合法とかありますからね。ああ、なんかオレゴン州かなんか。コカインでも。オレゴン州かなんかが最近合法になったよ。やばいっすね。うん。普通にやばいよ。日本じゃもう。日本じゃ絶対に考えられんよね。人生崩壊させられる。うん。うまっ。なんかこん。あれでもなんか企画全然出てこんねんけど、あ、ピース綾部さんに嫁りに行ってください。ピース綾部はニューヨークやないと思う。ロサンゼルス。え、ニューヨークいるんすか。ニューヨークが乗るっぽいよ。あれでもなんかハリウッドに行きたいって言って、映画っすか。ハリウッド映画に出たいって言って、ピース綾部アメリカかなんかに行ったよ。知らん。マジっすか。うん。で、みんなから結構バカになりとって、テレビとかで、はい、お前なんかハリウッド出れるわけねえだろみたいな、はい、めっちゃバカにしたら、それでも行きたいんですよって言って、はい、アメリカに行くと、へえ、かっこいいよ。けどそれから多分3、4年ぐらい経ったけん、多分まだ成果出てないね。へえ、これからかもしれないですね。うん。けど、かっこいいですね。あの、俺的な見解やけど、はい、あの、川がうめえ。ハリウッドとかってちょっと実力でだけでどうこうなるような世界じゃないと思っちゃうね。うん。ぶっちゃけあの確かにスポーツ業界とかやったらもう本当に実力が逆に言うと全てやけん、はい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 、もうどんだけ、いやお前なんかかって言ったって結果さえ出せば、ね、多分いけると思っちゃう。だって強い人は欲しい、強いピッチャー欲しい、強いバッター欲しい、強いゴールバンバン決めるサッカー選手欲しいってなって、世界共通やん、同じスポーツやっとったら。でアメリカの野球でも活躍したいんだとか、アメリカのサッカーでも活躍したいんだってなったら、もちろん上手かったら実力どうにかなると思っちゃうね。けどハリウッドとかって年間何本ってこうあるやん、映画が、はい、それに出れるかどうかって確かに実力じゃないじゃん、多分その実力プラスのって感じですよね。だから日本人使いたいな、ここで日本人誰か使いたいなってなったら多分綾部じゃなくてヤマピー選ぶやん。いや多分そう。そう、多分そのとか、あ、ヤマピーより渡辺謙の方がいいなとか、はいはいはい、その場合によってはね、はい。っていうなんかこのなんてやろうね、実力ではちょっと難しい部分もあるよね。それに比べて俺らは SNS やけんさ、はい、面白ければなんかそのどうにかなるかもしれない、はい、でどん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 ゴミくずみたいな生活していくのが僕らのあれですね、スタイル。電波悪いよって来てもマジ大丈夫、止まってる、もしかして電波悪い、みんなアメリカの子供にめちゃめちゃお菓子配ってみたとか。あ、いや、アメリカの子供にお菓子配るぐらいだったらそのお金をスキットローに配りたい。確かに、うん、そっちの方が動画的にも面白いやん、多分子供たちにお菓子配ってみたって、うん、その日本でも同じ反応ですよ、多分。それより、いや、お菓子ってさ嗜好品やけんさそのお菓子食わな死んでしまうわけないやん。けどね、ホームレスだからその金額お金もらってその方がさ、うん、ありがたいと思うじゃんね、生きるために必要と思うけん。まあでもなんだかんだ生きていけとうけん、あそこに住んどんのやろうけど。すごいですね、けど。ね、あそこで、あれらしいよ、スキットローって炊き出しとかがあるらしい。あ、結構。なんか食い物、炊き出しがあるけん、あの地域に住んどんらしい。あ、ここで炊き出しがあるけん、ね。だからそこに集まるんや。そうそうそう。でもね、アメリカのサンディス、まあ、どこにでもおる、ホームレス。いや、どこにでもおるっすね。どこにも、なんか。歩いて数分のところに。そう、どこにでもおるよ。ほんと、スキットロー以外にもめちゃめちゃおるわ。このホームレスの量は多分日本じゃ見られんぐらい、すごいよね、はい。みんな服着てね、マジみんな服着てないよね、はい、当たり前のように着てない。よくなんか出動台が発車してますよね。うーんとか言って。スラム街どうだった。まあなんかね、異様な空気はあるけど別にね、まあもう何回か行こうかな反響良かったし、はいっすね、行きたいの、あり5人揃うん、それはお楽しみよ。楽しみ。うん、やっぱ5人揃う、こう揃ったら揃ったで、また揃った時にしかできん企画がいっぱいあるやろうけん。確かに。今は2人やっけ、2人にしかできんような企画をやりたいよね。そうっすね。うん。だ旅になんかあちこち回りたいよね。そのみんなが来たら、はい。俺らがもうロサンゼルスでできること全部やっといて、メンバーが来た時はもうロサンゼルスには何も残してない状態にしといて、はい、どっか行こう。ラスベガスとかニューヨークとかいいね。次はマル君、
まあ、次丸ってことはバレとうよね、はい、う丸が言っとうけ言ってるんで、じゃあもうそれは言うわ。そう、続いては丸です。はい、丸くんが来ます。はい、楽しみにしとけよ丸。お前が通用する世界かな、果たしてラスベガスは。ラスベガスやロサンゼルスは絡まれてほしい、うん、先酔いで先酔っ払って丸から誰かが酔っ払ってバチクソ絡まれてったらおもろいわ。確かに、なんか荒波に揉まれてほしいよね前よりは。わかる。困ってほしくない、なんか自分は嫌やけど、うん、社長痩せた、いや痩せてない、多分太った、太ったよ、めちゃめちゃ食っとん。じゃあまた全部うまい。あ、じゃあ外あそ歩き行くとき、はい、連絡してください。あーい、あいつ本当に飯食いに来ただけや、あいつと来たら人が頼んだウーバーイーツ食いに来ただけや、もうどっか行ったんやけど、ちょっとこれ全部食い終わったら行くわ、街紹介したい。ここマジハリウッドっていうね、あの通りがね、もうそのまあ日本でいうとね歌舞伎町の近くなわけよ。歩いて5分で歌舞伎町みたいな場所に住んどうけんな、ホテルなんやけど、ホテルにおるけんそこまで、まあ、電波が悪かったら教えてコメントですぐ戻ってくる、ここに電波いいけん、電波いいって言われ、みんなの Wi-Fi があるけん、うん、めちゃめちゃレンコメでライムって呼んでてきておけど、あんまりレンコメでそういうことかが、まあ、ライムちゃん、はい、ありがとうございます。一人読むとみんな呼んで呼んでって始まるけどね、あんまり極力そういうのは、そう、あのコメントとかを読みたいよね、どちらかというと、そういう呼んでっていう、うん、地震大丈夫なんですか。いや全然、あのそんなに揺れてない、日本におったらよく味わうぐらいの、ああ、あるあるぐらいの、そんなにでっかくない、なんか、あ、揺れてんなみたいな。けどアメリカで地震来るとは思ってなかったっけ、さすがに。だってアメリカ人がめっちゃ地震満々に、なアメリカ、ここはアメリカ全然雨も降らないし地震も全然来ないからみたいなこと言いよったっけさ、アースクエイク、アースクエイクやったっけな、地震で確か、なんかそんなやったな気がする、英語で。コメント読みます。柴田最近どう、泉ちゃんから、柴田別に普段絡んでないけどね。普段遊ばんけどね、別にそのプライベートでも連絡取らんしね、うん、その柴田しかも最近の俺あんま見らんくなったんで、その柴田がそもそもあの最近勢いないのか、それともあの俺がたまたま見らんくなったっけ、おすすめに出らんくなったのか分からんけど、最近あんまり柴田が何してるのか分かってないな。あ、コンボックを救いたいわ、柴田の何やったっけ、なんかそれはコメントするよったね、まあいいんじゃない。あちこちゃんから、美人いる、マジで美人、いやもうこれね、これすごい、もしかしたらめっちゃ言い方悪いかもしれんけど、みんなおっぱいじゃない。こっちの子いっぱい、やっぱみんなねダイナマイトボディが多いよね。あ、その分肥満の人もめっちゃ多いんやけど、もう日本でいうね、私ぽっちゃりだからとか、私太ってるとかね、でも痩せたくないって思っとう人がおるんやったらアメリカ来いよ。アメリカに来ないか、もしこれ見てる子の中で私食べ物が大好き痩せたくないって思っとう人がおるんやったらアメリカに来ないか。めちゃめちゃいっぱいいるからでっかい人、うん、まあ肥満大国で言うよね、もうめちゃめちゃでかい、もう多分普通に俺よりも喧嘩するみたいな女の子いっぱいおる、多分めちゃめちゃ硬いだけどね、変にそう痩せたくないなって思う、この体型のまんまで生きていきたいなっていう人がおるんやったらアメリカに来たら全然あなたなんてちっちゃい方ですよ。はい、ということで、なんか、コメント何かコメント、あっ来た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 、
エリカバイアグラ飲んでたけどどうだった？昨日よね、昨日の夜バイアグラ飲んで女の子引っ掛けにナンパしに銀だと遊んどったんやけど、昨日はダメでしたね。俺のチンチンは立ったまま。でも昨日の女の子は捕まえませんでした。悔しい。やっぱね、もうちょっとレベ英語のレベルを上げなね。なかなか同じ土俵に立てんよね。やっぱそのこの人性格がいいとか、この人と一緒にいて楽しいとか楽しくないとかも、その全部踏まえてコミュニケーションが成り立ってからの話やけんね。そのコミュニケーション成り立たん人とさ、性格いいかどうかなんて分からんやん。そうということで、なかなかねやっぱ女の子引っ掛けるの難しいね。そうで、かといってあのなんか日本人とかに行くとやっぱ良くないけんさ、やっぱ何のために来たのって感じやん。だけど英語の勉強するためやけん、だけど割とねあの韓国人とか中国人とか割と多い、あのナンパすることはあのハードルがちょっと下がるよね。あの白人の方とか黒人の方よりかは、あのやっぱ同じアジア人同士やけん若干ハードルがはい下がります。まあでも英語の勉強にはなるけんね、どの道ありやなと思いながら。まあでも結局何でも声かけてんな、何でもの飲みまくってんな。結構本当にね、日本におるときね全然飲んでなかったよね。最近お酒やめとったよね、しっかり。けどめちゃめちゃ最近飲んでるわ、毎日遊んでるわ。で編集も頑張って、最近頑張ってんな俺。やばい、もう30分経った、やばい。なんか聞きたいこととかある？ランちゃんから、社長英語力すごい、ありがとうございます。でも俺が喋った英語めちゃめちゃ簡単よ。めちゃめちゃ簡単な英語でね、っていうか会話できるよ。その多分、うん、俺喋った英語めちゃめちゃ簡単やけんね、本当に多分。もうでそれ見ての動画見ての通りやけど、でもめちゃめちゃ簡単な言葉で大体伝わるけん。そうやね。思う。鶏肉食べてます。今何食べてるのって聞いたけ。あ。まあでもね、よく聞く話で、あのこれ今から英会話頑張りたいっていう人ね、その受験英語と英会話ってまた全然違うけん。それだって受験英語俺したことあるし、駒澤大学とか一応聞いとうけんさ、あの。ね、あの受験英語はしたけど、英会話と受験英語って全く違うけん。で英会話をしたい人、外国の方と会話したい人に対してアドバイスすると、なんかね、よく聞く話で、とりあえず単語覚えろみたいな、単語めっちゃ覚えとけばとりあえず単語だけで会話できるからみたいな話よく聞くやん。マジであれは信じん方がいいよ。単語帳とかやっと時間ないよ。ないよっていうか、単語やるならは基礎が終わってとか、簡単な言葉だけで大体ほぼ全ての会話終わるけ、そんな単語帳に見な、そのもう単語帳、あと文字で見るのと聞くの全然違うけさ、あの単語帳とかが一番無駄なような気がしたけどね、実際に来て俺が感じたことはね。うん。でね、あとねもう一個思うのが、俺アメリカに来る前にめっちゃいろんな動画見たわけよ。 YouTube でその英語教えますみたいなチャンネルいっぱいあるやん、世の中にね。多分100個200個あると思っちゃうね、なんか英語教えますっていうチャンネルで、いろんなその人たちによって言っとうこと全然違うわけよね。そのこのチャンネルではこのやり方進めてるし、この英語のチャンネルではこのやり方進めてるし、私の場合はみたいな感じでわーって言うけど、あのね、結局でその動画ほとんど見て、あの実際に来て、まあもう3週間経ってちょっとずつこう英語のレベル上げていきよう中で感じたことは、あのね、なんだかんだ発音が大事やね、そのうんって思ったね。発音ね、自分が適当な発音でも向こう聞き取ってくれるけいいんやけど、自分が適当な発音しとったら向こうがガチの発音できた時に聞き取れんわけよね。それマジで、あのなんかそうなんやろね、例えばが出らんけど、なんかこうこっちあそうなんかね、
勘違いして覚えとっちゃうね多分日本人って。多分俺もめちゃめちゃ思うわけよ。あ、文字見たらめっちゃこんな単語知っとう、当たり前に知ってんだろって思う単語やけど、実際に言われたら全く聞き取れてないっちゃうね。そのなんか思っと発音と全然違うみたいな。なんかアップルとかにもアップルやん。あ、本当は実際アポなわけよね。そのっていうなんかアポって言われた時にアップルって思ってないみたいな。そのなんかそういうのが一番、それ直すだけでだいぶ喋れると思う。そう、それが一番多いけん。なんか、あ、やばい、大丈夫かな。ホテルでめっちゃ壁薄いけん、めちゃめちゃこんなボリュームで喋っとったら筒抜けないよね。よし、飯も食い終わったし、あの飯もうちょっとだけ食って、飯もうちょっと食ったら、ちょっと食って、食ったけん、ちょっと遊びに行こう、外に。アメリカでラーメン食べました。食べましたね。でもね、やっぱね、思った。悔しいのが、焼肉って多分どこで食ってもうまいんだよね。めっちゃうまいよ。お寿司もうまいわけ。アメリカのお寿司ってめっちゃうまいわけよね。お寿司屋さんめっちゃ大量にあってさ、他にもなんか、日本食ちょいちょい食べたんよね。天ぷらとかも日本食やし、結構食べたんやけど、やっぱ天ぷらとかもどこで食ってもうまいんやけど、ちょっとやっぱラーメンだけは、やっぱ日本で食うラーメンがうまいなってちょっと思ってしまった。おいしいんやけど、もちろんアメリカでもやっぱね、なんかほら中華料理とかね、カレーとかさ、なんかそういう、ね、日本で食べるのとあんま変わらんわけよね。おいしいわけよね普通に。そのトムヤムクンとか、そのベトナムか、あのいやラーメンだけはちょっとやっぱ日本で食った方がうまいような気がするな。全然な、スープとかもちょっとぬるいっちゃうんだこっち。やっぱ俺はラーメン大好きだけどさ、ちょっとがっかりしまい。じゃあ外行こう。はい、ということで、しのさんからもらったマイウォレットを片手に、せっかく生配信やけんね、俺が飯食うことなんていつでもできるけんね。この生配信中じゃなくても飯食えるけんね。はい、ということで生配信していきたいと思います。マイコスチューム来た、完璧だ。行ってきまーす。はーい。一瞬電波悪くなると思う。あの Wi-Fi 切るけ、今から一瞬今から Wi-Fi 切るね。今ホテルの廊下なのであんまり大きい声出してないです。マスクするの忘れた。まあいっか、こっちマスクしよう人出ておらんよ、ぶっちゃけ。生配信ではめちゃめちゃ悪いお手本だやけど。はい、ということで来ました、外です。 This is America。 やっとアメリカっぽくなったね。今までね、アメリカから生配信するぜとかね、アメリカからどうのこうのみたいなこと言っとったの割にはね、あの日本でも見れるようなホテルのちっちゃい風景だったんでですね、やっぱせっかく生配信ということでアメリカの姿を見せてやりたいと思います。しかもここたまたまめっちゃ立地がいいけん、たまたまっていうか、まあ、キッチン場所で安いところ探したんやけど、もうすぐ行けるけん、いいところまで。あのブラダーとかがおる、あれとかも行けるし、で、この前さ、あのコムドットの動画撮った時あったやん、セブンイレブン。あそこのセブンイレブンです。めちゃ近い。めっちゃわざわざ探したんだね、社長、優しいみたいな。まあ、優しいかどうかわからんけど、わざわざ社長探したんだみたいなこと言うけど、ホテルの目の前にありました。はい、僕が泊まってるホテルの目の前、セブンイレブンでした。しかもそのセブンイレブンが爆音で音楽流してんだ、四六時中。こんなちょうどいいロケーションあるんだと思ってね、まあ早速撮りましたよね、あそこで。で、あんね、わざわざセブンイレブン探したんだ社長って言うけど、めちゃめちゃセブンイレブンある、こっち。うん、なんかもうね、セブンイレブン見るたびにね、なんかなんかここアメリカ、なんかね、なんかセブンイレブンって日本のもんっていうあれが見慣れた景色やけどさ、なんか普通にあるんやと思って。あとね、こっちに来てね、あるったものはね、吉野家とか。吉野家めちゃめちゃある。でも全然違うらしい、肉。あ、それ企画、まあ企画としてはめっちゃ弱いけど、今度吉野家頼んでみよう。俺も頼んだことないけんけど、なんか吉野家ってさ、この米の上にさ、なんかペラペラの肉があって、玉ねぎと
ガンってある感じのイメージやん。まあ、こっちねゴロゴロした肉やったような気がするよね。まだ俺頼んでないけど分からんねんけど味とか全然違うよ日本のあれとって言った吉野家が。あと牛角とか牛角もまだてか、まあ、あんまりせっかくアメリカに来とけアメリカの食い物ばっか食っとっていうかさ、ここはアメリカの食い物ばっかでもないな。中華料理、インド料理、ベトナム料理、タイ料理、なんかいろんなものがあるけんいろんなもん食うよな。なんかせっかくやし、なんかその場で 目についたもんパパッと適当に食うよ。はい、ということで今アメリカに来てます。みんなでもこれ見とう限り電波良さそうやね。ちょっと待って、電波そんな悪くないね。ちょっと待ってね、ちょっと結んでいい。はい、いいね、いい散歩ですよ。よかったよかった、電波悪かったらホテル戻らないかんなと思いながら、だけど最初スタートはね、スタートからだ生配信電波悪かったら調子悪いけんさ、その出だしから良くないけん、出だしはね、あとウバイツ食べたいっていうダブルパンチがあったけん、あれやったけど、さあコメントしてもらえれば。ホテルよりいいよ、マジで。ホテルよりいいんや、むしろ。あ、銀太置いてきたわ、銀太はって書いてある、銀太置いてきたわ、まあいいや。まあ銀太も毎日あいつ暇さえあれば遊びに出かけとうけんね、わざわざ遊び、そう誘わんでももうあいつはもう仕方も遊んどうけん。はい、ということで間もなくあのメインストリートに着きますね。早い、まあ、メインストリートの端っこの方かな、まあ、あのメインストリートのそのど真ん中ではないけど、ここがメインストリートの、端っこの方やね。あっちの方にずっと行ったらあのチャイニーズシアターとかそういったものがありますと。ワクワク、あー、俺が紹介したよ。 Let me introduce Los Angeles Streets Please、まあ、ということで、まあもちろん英語喋ってもいいんやけど、もちろん英語で生配信してもいいんやけど、やっぱ分かる人が少ないと思うけんやめますね、日本語で。もちろんそうだし、しゃべれないとかそんなことないの、もちろん全部喋れるけど。ということでスーパーマン、みんなスーパーマン言うけど社長の S やけんね、スーパーマンの S じゃないけんね、 DJ 社長の S やけんね。 I'm 社長イエイ、これを見せるのが俺の最近の、あ、Hello Thank you。 今何時、今こっちはね夜8時半ですね。マジ電波悪くなってきたの。ナンパして、あ、ナンパしていいよ別に、けどあんまり道でナンパはせんよ。あのなんかね、まあ、バーとかあのそういうのがいいね。あのバーとかクラブとかで、クラブもね音でかいけんね、あのなかなかナンパが、あの会話が成り立たんけん、喫煙所とかですよね、クラブの喫煙所とかで、あのした方が成功率というか話聞いてもらえるよね。あっちも酔っ払っておけ適当やし、ということでこんな感じです。こうやって屋台が、これジャパニーズって書いてある、これジャパニーズって書いてあるよ、ジャパニーズグリーン、あれ、あ、来た、ジャパニーズ、これハンティングしとやろけ、読みづらいかもしれんけど多分ジャパニーズフードって書いてあった。しかもあの独特な書体やけ、そう、ということで、マスクは忘れました、ごめんね、忘れてマスク、うん。普段はしてんだ、 YouTube の動画見てる、普段気にかけてんだ。でも生配信でたまに忘れることってあるよね、うん、仕方がないよね。あ、道路の星マークは、そう、この道路の星マーク、この星みたいなのが大量にあるよね、ハリウッドって。この通りで、これに世界の有名人の手形とかが書いてあるらしい。
でも俺あんまり世界のスーパースターの名前わかんねえんだよな。めちゃめちゃ狂ってる人にな。見た今の。あらファークみたいなこと言った。しつこくしてすいませんでした。あ、全然大丈夫よ。あの子よね。さっき名前ライムって呼んでって言ってた子。ママ、I don't mind because I'm so super kind man。ということで、俺は優しいから全く何も気にしません。気になりません。行き過ぎるとね、帰りが大変になるよね。だってもう今43分やろ。残り17分。まあでも5分あればメインのメイン中のメインに行けるけどね。アメリカ行く順番って NF で去っていく順番に比例してる？え、そんなことないやろ。別に2番目銀太？いや、ないあれ、高尾来てる。ななこちゃんからイルカが来た。ありがとうございます。ありがとうございます。こっち物価が高くて、結構お金バンバン飛んでいくんで、マジでありがたいです。ありがとうございます。いいね。こんな格好して歩いとったもんな。まあ、誰も何も気にせんよ。エイキングは、エイキングまだ呼んでない。でもクルッチャラに呼んだら、あいつめっちゃくっかりやもん。なかなかあいつほどくっかりな人間おらんけんね。ということで、マスク食べたんか。食べたよ、美味しかった。ウーバーイーツと一緒に。あれ、これ信号ないパターン。ちょっと、いや、歩きすぎると帰るのめんどくさいけん、どうしようって今悩んど。なんか遊びに行くなら遊びに行くで、遊びに行くぐらいの格好したかったな。何も持ってこずに財布だけ持ってきたっけ。なんか遊びに行くならさ、ほら、しかも今日金曜日やけんさ、こっちはもう、そっちは土曜日やろうけど、こっちは金曜日やけん、クラブに行きたいんやけど、サンダルなんや。サンダルやけん、ちょっとナイトクラブ用の脇からもらったサンダル。そうで、この長ズボンなのもクラブに入るために長ズボン買いました。ごめんな、ほい。お前からもらった半ズボンではクラブに入ることができなかったぜ。何のクラブ？ナイトクラブですね。銀太どこ行った？銀太は部屋ですね。はい、あいつは部屋にいます。置いてきました。てか声かけるの忘れてました。すいません。はい、ということで、でかい家追い出されたの。追い出されてないよ。ただね、ここがハリウッドっていう、なんかロサンゼルスで結構メインな通りなんやけど、ここから若干遠いよね。で、撮影するってなるとここ周辺が多いけん、撮影がある前後とかはこっちが多いかな。はい、ということで今気づきました。しれっと U ターンしました。はい、遠くに行きすぎるとね、まだ大変なんで。はい、まあいいやけどね。でもね、ずっとこれが続くだけない、ぶっちゃけ。人通りとかはもちろん増えるけど、もちろん人通りも増えるし、もうちょい店も増えるし、もうちょい華やかにはなるんやけど、ほぼこんない、この通りは。どこまで行ってもこういうのがずっと続けて、別にね、まあ行ってもいいよ、行ってもいいんやけどね。まあ、ビビってるとかそういうことじゃないんだけど、まあちょっと、まあとりあえずはね、今日全部出し切るのは良くないなと思って、また次回見せてやるよ、俺の LA を。俺の LA 次また生配信するときに、ね、見せてやるよ。いつでも案内してやるからよ。俺がいつでもイントロデュースしてやるよ。お前のことをテイクしてあげるよ、本当に。任せろ、 Trust me、 Trust meOK。 ハンバーガーさんから、ゲームやってますか。やってないですね。僕、この人生自体をゲームだと思ってるタイプの人間なんでですね、ゲーム、ほら RPG とかあるやん、ドラゴンクエスト、ドラゴンクエストってやったんやとかあるやん。それ街を出てあちこち行って経験値上げてレベルアップして魔王を倒してみたいな、やっぱそんなもんと思うよね。
人生もいろいろやりたいことやって挑戦して、その度に経験して、そのレベル、自分のレベルアップしていって、でやりたいことを叶えていくっていうのね。そうだけゲームやっと時間があったら、やっぱ人生ね、だってゲーム内でお金稼いだってそれ使えませんから、はい、でもこの現実世界をゲームだと仮定して稼いだら使えますから、はい。ゲームで結婚したってあなたの隣には可愛い奥さんいませんから、はい。ゲームで捕まえてもね、うん、ということでやっぱ現実世界で捕まえた方がいいですよね。まあ、ゲームいろんなゲームがあるけん一概にゲームがダメとは思うけど、俺はそういうタイプかな。てかまああんまりもともとハマってないタイプだけど、ね、ゲーム自体が、あんね、あれとかもねあんまり得意じゃないよね。アニメの、アニメっていうかドラマっていうか、なんかこう英語勉強する上でさ、よくこう勧められるのがヒーローズとかフレンズとか、なんかそういったアメリカのテレビのやつ勧められるよ。これ英語を勉強するためにこれ見た方がいいよみたいな、けどそういうの見れんのよね。あの1話に1時間とかあってさ、それが10話とかあってさ、それがシーズン1、2、3とかあるわけよ。どんだけ長いねん、無理や。俺もうハリーポッターすら最後まで見切れんかったもん。炎のゴブレットまでしか見れてない。4作品目かな、5作品目くらいで終わったもん。そっから先見れてない。もうなんかね、常駐、どんなに長くても常駐下で終わらせほしいな。うん、できれば1時間とかで、あ、2時間とかで終わりたいけどね。ということで続いてが、わざわざコメントしてくれとけ、こんな言い方よくないけど、よくわからんコメント多いな。よきキと会いましたか。よきキ、お前炎上してるんだってな。そういえば俺全然知らなかったよ、お前薬やってる疑惑かなんかで炎上してるらしいな。よきキ、どんまい、お前もアメリカ来いよ。よきキ、アメリカだったら薬物やってるやついっぱいいるぜ、誰も気にしない、お前が薬物やってても。アメリカ来いよ、よきキ、いっぱいいるぜ。ここら辺歩いてるおかしい人大体やってるぜ薬。うん、もう昼間からおかしいやつがうようよ歩いてる。お前もこっち来いよ。あんまり詳しくは知られんだけどな、他誰が炎上しようと最近教えて俺に。ヨキキとコムボッコぐらい、他最近炎上した人いるの。なんかいい、あ、東海哲也見た俺そのニュース、さっき峯岸さんと、あれ結婚したわけじゃないよね。付き合っとうのが週刊文春かなんかでバーンって記事になってて、本人たちもそうだよって認めてるかなんかよね。で昔なんかツイートしとったみたいな。峯岸はもううるさ、うるせえな。おめでとう哲也、哲也おめでとう。でもそんな哲也に俺アドバイスがあるわ。アメリカ来ないか。やっぱりさすがにあの東海オンエアの哲也とあの AKB の峯岸さんが一緒に日本で歩いてたら、とてもじゃないけどプライベートなんてないと思う。どこに行っても写真撮られるし、どこに行ってもパパラッチとかタレコミがあると思う。幸せにお前ら生活できるか。ご飯屋に行っても、水族館にデートしても、ましてやディズニーのデートなんて行けないと思う。けどアメリカのディズニーランドではお前のこと知ってるやつ誰もいないぞ。アメリカだったら峯岸さんも東海オンエアの哲也ものびのびとデートすることができる。どうだ哲也、アメリカに来ないか。だよな、そうだと思う。
他誰かいる。ヘズマリュウもアメリカに連れて行こう。ヘズマリュウ、お前は来んな。お前は山口からすら出んな。分かったか、ヘズマリュウ。お前はアメリカどころか他の県にも行くな。もう県またぐな。分かったか、ヘズマリュウ。ずっとサイレン鳴ってるよね。わかる？うるせえんだここ。続いて、ソータくん、茨城来て。おい、ソータ、なんで俺が茨城行かなあかんねん。お前がアメリカに来い。わかったか。茨城にないものいっぱいあるぞ。いや、まず東京にいっぱいある。茨城から東京に出ろ。その後や、話はそっからや。お前はまだアメリカに来れる段階ではない。まず東京に行け。いつかアメリカに行きます。拳を極めし者、いいぞ。みんなアメリカに来るんだ。そして俺と一緒にスーパーマンになろうぜ。やばい、あと6分やん。あと6分しかないやん。大丈夫？ということで、みんなコメント欄でどこに来てください合戦始まっとるやないか。よくない。俺から絞り出せる言葉は一緒や。ということで、アメリカ行ていうか、東海オンエアの哲也もそんなにすごいなら動画作って出そうかな、今からすごい勢いで。哲也アメリカに来いみたいな動画。まあいや、さすがに同じネタこすりすぎや、短期間で。もうちょっと相手からがいいな。あれどこだっけな、曲がる場所。分かんないことだったわ、いつも見失うんだよな。まあいいや、ここら辺で曲がったことできた。PDR さん、あれ PDR さんなんかな、年上なのかな、俺より PDR って。その炎上したんですか、詳しく教えてください。何も知らないんで僕。ありがとうございます。みんな揃ったら路上でライブして、みんな揃ったら路上でライブするほどじゃないよ。もうそれはもちろんでっかい会場借りてドカンってやってみせたいよね。まあもうそんなんね、もうそんなん簡単や。そんなもちろんやっていかないかんちゅうけん、こっちもこっちで。次の水曜日のアパレル内容教えてほしい。次の水曜日のアパレル内容、そんなんあったっけ。ちなみに俺アメリカ行くときにはお願いって書いてある。ちょっと待って、すごいお願い出た。これなんか読んであげたいんやけど、新曲、何のお願いされたの今。新曲って文字まで見れたけど、お願いっていう文字がでかすぎて、そのスタンプの場所のせいで読めんかったんやけど、これ良くないんやね。お願いっていうスタンプがでかすぎて文字読めんかった。なんで書いてあったと。新曲いつ出るかって話、それとも次の新曲のネタバレの話、どっちにお願いされたんだろう。まあいいや、まあ新曲はね、来月ぐらいに出そっかな、出そうと思えばすぐ出せるんやけどね。だからやっぱタイミングとかをね、今アメリカ楽しんどうけん、アメリカのことばっかやりたいな。マルタでギンタが作った曲をいつ公開するんですか。そういえば作っとったね彼。あら、何も聞いてない。それはギンタに聞いて。いないか、ギンタ。ギンタさんいないわ。日本でライブできそう。日本でライブはできるかな。今どんくらい日本のパンデミック事情とかコロナ事情がどんくらいすごいのか全く知らんねんけど、一応ファンクラブ限定でライブしたいなと思っとって、でもファンクラブ作ったのにさ、そのファンクラブ限定のものっていうのがあんまりまだいっぱい出せてないような気持ちとおけん、ライブしたんやけどね、伸びに伸び続けて11月かな、11月半ばぐらいにはさすがにちょっと
そんないっぱい回れるかわからんけど、とりあえず全国その大阪とかさぐらいの場所ではやりたいね。その福岡とか大阪とかその拠点っていうか五大都市ぐらいではささなんかこう、でもそんなにでっかい規模ではやらないかな、さすがに。今はまだコロナがコロナやけんね。ということで、その時はぜひ来てほしいです。音消えた、マジで音消えた一瞬。どこが聞き取れてないと全く分かんないです。あれ、今も音消えてる、もしかして。でも今は大丈夫、電波悪いよ、マジやばい。でも残り時間少ねえんだ。どの道残り2分とかやろ、これ。あ、残り3分だ。ということで、僕は楽しくアメリカにいます。はい、あのソファーみたいな、ベンチがあったからベンチ座ってますけども、こんな感じですね、アメリカは。はい、聞こえないよ、マジ。まだ聞こえてない、まだ聞こえてない感じ。もう聞こえてる、さすがに。まあ聞こえ、電波悪すぎって書いてある。でも電波はいいんよ。音をミスっとって感じ、もしかして。あ、聞こえる、あ、聞こえとんのかい。なんだ、ありがとう、みんなコメントで教えてくれて。じゃあ聞こえてないやつが悪いってことね。だって聞こえとう人がおるってことはそういうことよね。やばい、残り2分20秒です。でもやっぱ久々に生配信は生配信でいいね。やばい、この生の良さがありますから。はい、ということで、グッズにお財布出してほしい。あ、いいね、確かに財布出したいな。最近ちょっと前までアパレルとかも俺が一生懸命こうなんかいろいろ考えとったんやけど、やっぱもう俺は動画作ったりとかさ、動画撮影したりする方に専念した方がいいなと思ったの。編集とかさ、アパレルはもっと俺よりすごいっぽいとかさ、あれ、また消えた？消えてない？大丈夫？ということで、今分かった、アラームが鳴ったらこれまた音消えるんちゃうか。アラーム今鳴ったっけ、また音消えたんちゃうかよね。ごめん、アラームのせいだ、これ音が消えてるのは。電波のせいじゃないです。戻ったならよかった。ということで、そろそろ終わりになるんで終わりたいと思います。アメリカはこんな感じです。他なんかある？最後やばい、でももう時間、あ、まだあと1分はあるんや。でも1分で今からなんか喋り出しても途中で終わりそうだな。アメリカ行ったら遊べる。まあ日本で俺に会う確率よりアメリカで会う確率の方が高いよね、多分。そう思います。日本毎日出歩いてるかっていうと出歩いてないけど、こっちだったら結構出歩いとけんな。アメリカの美容室行って、確かにそろそろ青が減ってきとけん。やばい、残り30秒や。ということで、日本の皆さんありがとうございます。そっちは昼の12時ですよね。あ、もう1時か、そろそろ。こっちは夜9時なんで、今からまた遊びに行きたいと思います。銀太さんと女の子を探しに、やっぱり現地の女の子を友達作るとね、英語って勉強伸びるってよく言うじゃないですか。だから女の子を捕まえに今日も遊びに行きたいと思います。ありがとうございます。では、パパグッデイ。大丈夫？これ大丈夫よね。じゃあね、また。あ、ランキング読んでないけどギフトくれた人ありがとうね。後でちゃんと見ときます。バイバーイ。